どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、絶対に失敗しないくるりんぱのやり方を紹介します。くるりんぱってめちゃくちゃ簡単にねできるっていうイメージ結構皆さん持たれてるかなと思うんですけど、意外とねバランスが難しかったりとか、形がね細かい部分がうまくいかないなっていうところって出てくると思いませんか。今日は失敗しやすいポイントと絶対失敗しないやり方を紹介しますんで、ぜひ皆さん覚えていってください。それでは動画をどうぞ。まずは失敗例からやっていきます。サイドの髪の毛を持ってきて、少しハーフアップ気味でね髪の毛をまとめるんですけど、この時に手ぐしでざっくりとこうやってねまとめる方がほとんどなんですけど、これでまとめて結んでしまうと横がねちょっとボコボコしたりとか、トップにボリュームが出なかったりとかします。なのでこの、まとめ方は NG です。次にこうやってまとめていくんですけど、このまとめる位置、ゴムで結ぶ位置ですね。自分でやるときってだから結構ね上の位置でゴムを結びがち、こんな感じでねちょっとお侍さんみたいな感じになるんですけど、横から見るとねちょっとこう浮いてるような感じですね。これも NG の結び方です。でこの状態でくるりんぱをしていって、ど真ん中で分けてしまう、この空洞を作ってしまうって感じですね。でくるりんぱをしてしまうと、ここからもうトップまで思いっきり分け目がくっきりと出てきてしまう、これも NG です。で最後にこのままねギューッとすると、横にばっかボリュームが出てこっちに高さが出ないです。変な感じでこんなにポコ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 出ながらトップにボリュームが出てない状態になるので、これもバランスのおかしいくるりんぱになります。成功例をやっていきます。まずねブラシで全体的に溶かします。で溶かした時にこっちのね分け目の部分、ここはやっぱりねぱっかり分かれてる方が多いと思うので、こうね後ろに向けて溶かして分け目を隠してあげる、これ結構ポイントです。全体にねこう溶かしてあげたら結構ツヤだったりとかねこう形が綺麗になるので、そのぐらいまでしっかりと溶かしてあげてください。で次に同じように髪の毛をハーフアップで持ってくるんですけど、持ってきた時にこの真ん中の部分は下ろしておいてください。ここを下ろすことによってパッカリ分ける部分が少し軽減されます。なので取る位置はサイドの部分で、この後ろの真ん中のね大体 3-4cm 束ぐらいの髪の毛を下ろしていただいて、横の部分を後ろに持ってくる、こんな感じですね。でこの時に手ぐしだけじゃなくてやっぱブラシでやってあげると形がすごく綺麗になりやすいので、ブラシでしっかりと溶かしてあげる。こうすることによってね髪の毛がポコポコ出てこなかったりもするので、こんな感じで溶かしてあげる。だいぶこれだけでも形が綺麗になりますよね。でゴムで結ぶ。でさっきはね結構高い位置で結んでたんですけど、できれば少しねこの角度を下に下げてで結んでいく。さっきは結構この位置ぐらいでゴム来てたんですけど、だいぶ下にすると形が綺麗になります。で次にもうここにね空洞が空いてる状態になってるので、このままくるりんぱをしていく。もうこの時点でもう割れがないですよね、形が結構綺麗になります。で最後にギュッと締めてあげて、これだけでも形が綺麗なくるりんぱになります。まあこの状態でも大人っぽくていいかなと思うんですけど、よりルーズにしたい方に関してはゴムの部分を押さえながら、このくるりんぱやった部分を大体なんですけど2箇所ぐらいですね、少しだけほぐす。こんな感じですね。で最後にねこのトップの部分、表面の部分ですねが少しボリュームが出てると形が綺麗なので、またゴムの部分と全体を押さえながら
こう毛束を出すっていうよりは少しねこうわしづかみにして頭の丸みを出すようなイメージですね。でやってあげると綺麗なくるりんぱになります。はい、ということで今日はね絶対に失敗しないくるりんぱのやり方をご紹介させてもらいました。このねポイントだけをやっぱりねしっかりとやれば皆さん絶対に綺麗になりますのでぜひやってみてください。今日も、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるようなね動画を作っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録とコメントもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。